はーい、藤子です。今日はトウモロコシのすり流しを作ろうと思います。まあ、すり流しって要は日本名の、コーンポタージュっていう感じですね。なので今日は生のコーンがあるので、これを使ってコーンポタージュ、コーンのすり流しを作っていきます。まず、出汁を取りたいので、鍋に水を 300cc ぐらいかな、入れまして、出汁パックを1パック入れて出汁を取っていきます。でトウモロコシは皮を剥いて、外れるかしら、今日のは外れやすいぞ。こうやって身が外れやすい場合は取ってあげればいいと思います。で、沸騰してきたので弱火にして8分に出します。で、先っちょの方がね、潰れちゃって身が外れないので、そういう時は包丁で取っていきます。まあ、包丁が早くて簡単でいいと思います。こっちは取りにくいな。まあ、こんな感じでね、だいたい綺麗に取れたんじゃないでしょうかね。玉ねぎを入れようと思うんだけど、今日の玉ねぎはやたらでかいので1個だとちょっと多すぎるかなと思うので、これは半分にして使おうと思います。普段の玉ねぎだったらね、1個分使えばいいと思います。ではこれをスライスしていきます。はい、では出汁が取れたので出汁パックを取り出して、玉ねぎとコーンを入れてね、で火にかけていきます。はい、では沸騰してきたので、ちょっと火を弱めて5、6分煮て柔らかくなるまで火を通していきます。はい、ではこのまま冷ましていきます。はい、ではね、3、4時間ぐらい経って、まだね、ほんのりあったかいけど冷めましたので、ミキサーにかけていきます。水分足んないかな。ではかけてきます。まあ、今日はだしの味なので、胡椒を入れずにね、塩だけで調節していこうと思います。どうしようかね、入れすぎかな。塩小さじ1で、夏はね、冷やしてね、冬はまた鍋に戻して火にかけて温めてね、飲んだらいいと思います。今日は暑いからね、このまま冷製で飲んでみましょうかね。はい、では冷製なので、夏っぽくグラスに入れてみようか。よいしょ。はい、でもこれだと洋風っぽいか、和風っぽくするにはなんだ、お茶碗の方が良かったかな。いただきます。だしだけのは初めてだな。うん、塩ちょうど良かったね。小さじ1でちょうど良かったですよ。うん、あー、コーンの甘さが塩と合って、うまいね。こりゃシンプルな材料でね、夏の野菜を使ったスープ、トウモロコシのすり流し、和風のポタージュね、作ってみました。参考にしていただけたら幸いです。いつも見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた、バイナラー。